キュタガス。高梨さん、さらっと節電しませんか？します、します。エアコンやヒーターなど、暖房の設定温度を無理のない範囲で下げてみましょう。はい。節電の対象時間中は、家電の使用時間を短縮したり、使用する時間帯をずらすのも効果的です。おお。で、あれ、高梨さん？家電も私も今日は早めにオフモードです。節電の意識バッチリですね。さらっと節電でいい未来へ。さらにもっと節電するなら北ガスのタグタグへ。